えー、ビットアル株式会社ビットアイルのビットアイル総合研究所のフェローをしておりますざっと見渡したところやっぱり今日はスーツの方が多そうなので今も先ほどもちょっと会場を見させていただきましたけれどもきっと私のことをご存じない方が多いかなと思いますので自己紹介からやらせていただこうかなと思いますちょっとあの椅子があるのは想定外だったんですけど、えー、とシステムズエンジニアをやっております 基本的にはそういったことが、まあ、肩書きをつけるならシステムズエンジニアかなというようなことをしておりますで。最近流行りの言葉で言うとフルスタックエンジニアが近いかなと思います。えー、もともと VTR のデータセンターの仕事をする前もおーサーバーからアプリケーションまでミドルもデータベースもみんな扱うようなことをしてたんですけれども、データセンターの仕事をするようになりましたらさらにその下のデータセンターそのものですね、ラックであったり、ネットワークだったり。 物理的なものまで扱うようになったのでこれぞ本当のフルスタックエンジニアだなぁと思うようになりましたで扱う分野がこんな感じですアプリケーションからサーバーネットワークデータセンターの下のところまで最近はデータセンターをどこにどうやって作るかなんていう相談もするようになりましたので本当に下のところから私は日頃レイヤーゼロからなんていう話をしますけれどもそんなことを日頃やっておりますでオープンソースとの関わり長くてオープンソースと言われる前から えー、いわゆるフリーソフトウェアだと言われた頃からあ使い始めそして書くようになりということでもう20年を超えているようになっていますさてビットアル総合研究所にちょっとだけご紹介させてください、えー、と今申し上げたようにデータセンターの作るところから動くサービスまで、えー、ありとあらゆるところデータセンターに関わるものについてはすべて、えー、研究を行っております えー、最近ですと、やっぱりどうしてもクラウドなんかっていうものが多くなりますけれども、それに限らず、ですねデータセンターの省電力化であるとか、ファシリティの設計であるとか、いったものまで、えー、研究を行っております、ででビタールここにいらっしゃる方は、知ってくださっている方が多いといいんですけれども、もしかしたらご存じないかもしれませんので、えー、都市型データセンター、えー、と主に東京の、えー、都心、真ん中ですね、辺りにデータセンターを構えております。 えー、もう創業以来10年を超えまして、えー、今、今年ですねやっと一部上場を果たすことができましてやっと認知も高まってきたかなと思っておりますでサービスとしてはこんな内容、えー、といわゆるコロケーションサービスサーバーをお預かりするサービスから、えー、それに付随するうーんホスティングサービスであったりマネージドのサービスであったりまた昨今ですと,と SI 業に近いようなことであったりとか ますまたいや今日ちょっとお話し,しますけれども運用サービスというものも、えー、重要になってきていますただサーバーをお預かりするだけではなくて、えー、無事に安全に運用するというのもデータセンターの仕事になってきていますさて今日のアジェンダですけれども、えー、とデータセンター事業者の今どんな立場にいるのかということをまずご紹介したいと思います えとなぜそこにオープンソースが必要なのかということがそこから分かってくるんじゃないかと思いますそして事例とその他、えー、と今下にご存じの方もいらっしゃると思いますけれども昨今のデータセンター事業者にとってちょっと注目になっているオープンコンピュートプロジェクトと、えー、オープンネットワーキングファウンデーションや、えー、オープンデイライトといったネットワーク関係の にについいいててもちょっとととご紹介しようと思まますす、えー、時間が短短のでパパパッ,パッといきますさてデータセンター事業者は今、えー、大変正直言って厳しい状況にあります、えー、皆さんあのご自分のサーバーであるとか会社でとかサービスをやられてとかデータセンターを利用されたりサーバーを利用されたりしてると思いますが回線データセンター等々といったインフラの部分のコストといいますか ユーザーの皆さんが払っていただけるコストというものがひたすら下がっていくということですこれ皆さん時間あると思いますサーバーに関しても値段は明らかに下がっていますねそれから回線費これも以前では考えられない安い値段で太い回線が来るようになりましたでひたすら下がってるわけですねデータセンター事業者にとってつらいのは電気代だけが下がらないということです下手をするとあの事故以来 電気代は上がるという状況ですので我々インフラの値段が下がっているにもかかわらずうん必要なコストは実は上がっているという状況にありますでまた、えー、当然ながら皆さん、えー、最新の技術をお使いになりたいということがあります我々も常に最新技術をキャッチアップしていかなければいけませんけれども一方でコストダウンも当然迫られるということになりますのでここの 両立とということが必要になりますまた特に、えー、と弊社ビットアイルがということも大きいんですけれどもお客様のニーズになるべく柔軟に対応しようというのが社税がありましてそんなこともありまして通り一辺倒のサービスを提供するというだけでは、えー、とご満足いただけないお客様が多くなってますのでそういったところにどう応えるかということも今課題になっていますまたご存知の方いらっしゃると思いますけれども今 えー、東京都心、もしとかあなど含めてもデータセンターが今、続々と立っておりましてデータセンター事業者今、大変競争が激化しております、でこういったこともありコストダウンというのは勝利の給でございますさて、先ほど紹介した弊社のサービスですがなんとなく感覚的にですが、えー、オープンソースがどのくらい活用されているかなというものをちょっと白く塗ってみました。 大体このくらいかなという感じですコロ検証サービスというのはサーバーをお預かりするだけですのでほとんどオープンソースの寄与するところはないですが例えばマネージドサービスのように弊社で、えー、マネージドをお預かりするというようなサービスですとそこにオープンソースを活用するという、えー、部分が増えてまいりますまた運用サービスの部分これは、えー、お客様に合わせてということもございますけれども弊社内で設計して 扱えるものですのでですこういったものは、えー、自由度の高いオープンソースの活用する余地が非常にあるということになりますこんなふうで今のは大ざっぱな図がありましたけれども細かく見るとこのようにさまざまなものサービスさまざまなコンポーネントを使ってサービスを行っていますそれぞれにもちろんあの担当のエンジニアがおりやっておりますので、えー、それぞれのエキスパートがいるわけですけれども 総合研究所のフェローの私の立場から言うとこう全部にこう目くバせしていきたいところなんですがなかなか全部は見切れないというのが正直なところですで一つ気を止めていただきたいのは実は弊社、えー、とクラウドのサービス当然やっておりますで、えー、とこの辺になりますがこれもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、えー、我々今クラウドのサービスは VMA を使っていますまたマイクロソフトさんと協業しておりまして Windows の サーバーをえー、アクティブディレクトリのサーバーから丸ごとお預かりするというようなサービスを行っていますつまり0から100までと言っていいと思いますがプロプライタリーな環境をお預かりしてしかもサービスとして提供するということも行っていますこれをちょっと、えー、頭の隅に置いておいていただけるとさてじゃあそんな環境今のような環境の中でオープンソースソフトウェアを、うん、活用する つまりオープンソフトソフトウェアの優位性が一体どここにあるかとということです。先ほど福安さんがコストダウンがというお話をされていましたが以前であればそういった面は大きかったと思いますが現状、じゃあそのコストダウンが一番の主目的になるほどの影響力があるかというとおそらくないというのが正直なところです実際我々は Windows のサーバーであるとか v m w r のクラウドであるとかっていうサービスを行っていてこれはオープンソースソフトウェアではないわけですねですがこれでサービスというのは成り立っていますしえまあお支払いいただいているコストで運用できているわけですから動くわけですねでその中でお先ほどちょっと白くなったところがありましたけれどもオープンソースソフトウェアを活用する部分がそれでもあるそしてその価値がどのくらいあるか というと実は安いというのではなくて以前はここがただだからいいよねという話がありました現実には今、ただというよりは選択肢の幅が広いということが重要ですつまりサポートやライセンスを払ってもサポートが欲しいもちろんアップデートが欲しいというニーズもあればそんなものはいらないというニーズもあるわけです先ほど申し上げました我々柔軟に対応する とといいいうこをを念頭にててサービスを行っていますでそうすると選択肢の幅がどのくらいあるかということの方が重要なわけですまた、えー、とこの辺は以前から言われることですけれども機能の追加を行いたいであるとか、えー、障害が起きた時に原因を調べたいということが当然ありますでこれもまたよく言われることですけれどもそうは言っても 全部のコードをかけるわけではない全部のコードを追いかけられるわけではないというのは正直なところです実際我々あなただけのサービスを持っていると全部のコードを見られるわけではありませんし、えー、全部が全部分かっているわけではないですですが調べることができるという選択肢が大きいということですその気になれば調べることができる例えばできる人を雇うもいいでしょう我々としては今いる人材で調べるもし分からなかったら 仕方がないので外部に助けを求めるといったことを行えばいいわけでそこの選択肢があるかないかというのは非常に大きいわけですまた機能追加にしても障害の原因追及にしてももちろんプロプライタリーのソフトウェアでも行うわけですけれどもそれの機動性であるとかまた機能追加も自分たちの好きなようにやれるかどうかというところが大きくなっていきます 先ほどいろんなサービスの組み合わせでいろんなコンポーネントの組み合わせで弊社のサービスが成り立っているということをご紹介しましたが例えばマイクロソフトさんでもいいですレッドハットさんでもいいですの製品を全部買ってきて揃えたとしてあのサービスが全部できるかといったらこれできないわけですねさすがのマイクロソフトさんでもそうはいかないですから我々としてはそこにうまくものをつないでそしてうまく組み立ててサービスというものを実現しなければいけないでその時に そこをつなぐもの、のりしろになるもの、もちろん、えー、といろんなソフトウェア、プロプライエタリーなものでもありますので、探してきてとていうことは可能ですけれども、そのときに自由度の高いオープンソースソフトウェアというのは、とても威力を発揮します。でそのときに、当然そこは、我々としては、いっぺんにポンとできるわけではありません。いろいろな実験をして、研究をして、ということの過程が必要になります。ここういった過程でで中身を見ることができるとき 自分たちで好きなようにいじることができるというオープンソースソフトウェアというのはとても優位性があると我々は感じていますさて今サービスの話をしましたがほぼほとんどがソフトウェアのお話をしました今までソフトウェアオープンソースソフトウェアといって Linux をはじめとしてオープンソースのソフトウェアでサービスをやったりもちろんデータセンター事業者だけではなくてサービスの事業者さんもそうです 使っててサービスされていましたが2011年から、えー、データセンター事業者にとって非常にエポックメイキングなことが起きました今までオープンソースソフトウェアではないのでちょっと違いますがオープンソースになり得ないと思っていたサーバーであるとかラックまたデータセンターの設計そういったものをべてオープンにするとフェイスブックが提唱を始めました非常に衝撃的でした これは我々にとってみればソフトウェアで今までやってきたオープンソースソフトウェアの優位性というものがハードウェアであるとかそれこそ箱ではないデータセンターであるとかいったところにまで波及するということを示しているわけです実際あのここにいらっしゃる方の中でオープンコンピュートプロジェクトについてまあ多少なりともあの最近記事が出てますのでご覧になったことがある方ってのはいらっしゃるかと思いますが まだまだご存知の方がない方が多いようなのでちょっと書いておきました、えー、とサーバー、ラック、データセンターの使用書をオープンにする使用書をオープンするだけではなくて実は Facebook さんはオー,プン、えー、とオープンコンピュートプロジェクトに賛同し,しましょうというデータセンター事業者にデータセンターそのものを実際に直接見せるということを行っています 以前であればデータセンターはどこにあるかも内緒ですということが多かったわけですしそれを実際に中に入れて実際のものを見せるということはかなりリスキーなこととされていたと思いますが逆に今、Facebook さんは積極的に見せるという方向に転じていますこれは10年、20年前20年はちょっとリ、ね、Linux が出てきたとき10年ちょっと前ですか。 それまでのプロプライタリーなソフトウェアをで扱っていたソフトウェアの事業者サービスなどが受けたショックと非常に似ているなと私は思っていますつまり彼らにとってオープンにすることはリスクもちろんリスクはあると思いますがリスクよりもメリットの方が大きいと感じているからこそやってるわけですねで実際担当者に話を聞くと我々は Linux やその他のオープンソースソフトウェアの 成功を今まで見てきたなのでこれがハードウェアもちろんデータセンターに適用できるに違いないと確信したから始めたんだと彼らは言っていますそれを聞くとあっやっぱり同じことを考える人がいるんだ同じ我々が感じたことは正しかったんだと私は思いました今日本でもオープンコンピュートの仕様を使ったデータセンターであるとか サーバーであるとかでサービスを始めようと企画されているデータセンター事業者さんがちらほら出てきていますし台湾などのハードウェアベンダーなどはもうその企画で製品を出して実際にもう買えるようになっていますですのでデータセンター事業者に限らず例えばオンプレミスにサーバーを置いて何かをしたいもしくはデータセンターにサーバーを預けるけれども自分たちで用意したいというような企業の皆さんも 実際にそのサーバーを買って使うということがもうできるようになっていますざっと内容はこんなふうな企画をやっています、えー、オープンコンピュートプロジェクトの中でこんなものが、えー、論議,議論されています面白いのはマザーボードであるとかストレージであるとかの企画を彼らは策定しているんですけれども策定する手順がオープンソースソフトウェアをいじっていた人間にとってはとてもなじみの深い つまりみんなでああだこうだと言いながらまとめていくという手法をつまり彼らはオープンソースソフトウェアの手法を全く真似て策定しているわけです実際にえと年に12度集まる会がありますのでそういったところに行くと大変面白いのは我々のようにオープンソースソフトウェアに慣れている人間はその議論の過程というのが分かるわけですあこうやって議論していろんな意見が出て収束していくというのが経験がありますので分かりますところが ハードウェアメーカーから派遣されてきたエンジニアさんというのは目を白黒させています。つまりそういった過程というのは経験がないわけですね。従来であれば企画を決めて例えば SO でもいいです。提案して決まっていくという過程を踏んできたわけですからかなり空気が違うというか世界が違うという感じになっているようです。ただ我々からすると今まで成功してきたオープンソースソフトウェアのムーブメントがついにハードウェアにも そしてデータセンターにも波及するんだきっと成功するに違いないというふうに感想をいただきましたそしてもう一つ大きいのは今年からネットワークが入りました申し上げたようにサーバーラックデータセンターがオープンソースになりましたが皆さんよくご存知の通りネットワーク機器まだまだお値段が高い機器でありましたけれどもここもついにオープンソースにの波が押し寄せるようになりました こんなふうな今、仕、え、様、ー、が出ています。また、サーバーについてもうんと何種類か、5種類ですね、えー、の規格がこれまあ推奨されているわけですけれども、こんなものがあります。ちょっと面白いのはここですね、ここだけフラッシュというのが面白いところです。皆さんご存知ですよね <laughs> ラック、えー、オープンコンピュートプロジェクトで、 Google でも検索していただいてサイトを見ていただければ分かりますが CAD のデータとして上がっていますですから CAD のデータから何かものを作れるという事業者は落としてくればそのままもう作れるという段階になりますそれからもう一つえこれも時を同じくして2011年オープンネットワーキングファウンデーションというものが設立されましたえ皆さんおなじみのところで言うとオープンフローであるとかソフトウェアデファインドネットワークであるとか 言われる分野ですこれも、えー、スイッチをオープンにしようといった動きですもうすでにこれについてはもう皆様、えー、スイッチなどを購入されるときにオープンフロー対応ですオープンフロー1.3対応ですなんていう大文句をご覧になってると思いますこれも普通に企業の中でお使いになる時はもちろんですけれどもデータセンター事業者にとってみればプロプライエタリーだった部分が 先ほど申し上げたように自分たちで柔軟にいじれる世界がそこにも来たという点で大きいわけです正直言えば、えー、値段が安くなってくればもちろんいいわけですけれども最初に申し上げました値段が第一義ではなくなっていますそれでどんなサービスがどんなニーズに応えられるかということの方が重要なわけですそうなるると自由にいじれる 中身を入れ替えられるということがとても大きいということが分かっていただけるかと思いますそして参加企業ですかなり、えー、いっぱいあるのは分かると思いますそしてもう一つえーとオープンデイライトこれは今年からですねこれも皆さん今日これについては特別にお話をはしませんえっ、ー、と午前中にお話を聞いたかと思います、えー、先ほどのオープンネットワークファインデーションはいわゆるユーザー企業と言われるところが主導しました オープンデーガライトは、えー、ブロードコムであるとか今シスコさんが頑張っていらっしゃいますがシスコンさんであるとかといったハードウェアメーカーが主導ででもオープンソースにといった動きですこれについてもどっちがという話はありますけれども両方で例えばセーサータグマでもいいです、えー、技術がどんどん伸びてです、ね、使えるようになれば我々事業者にとってもいいわけです 過去、オープンソースソフトウェアでもそうでした。どれか一つが、他を全部やっつければいいというわけではないです。いろんなものが後から後から出てきて、いろんな技術を取り込んで、あっちが取り込んだからうちもやろうかという感じで伸びてきたわけですから、ハードウェアメーカーが主導するこれもとても 私とししてては期待していますまだ出てきたところで、えー、最初のコードがやっと出てきたところですけれども、まあ、正直まだまだかなと思っていますがおそらくものすごいスピードで、えー、追いかけてきていますのでそう遠くない未来に実際に使えるようになるんではないかなと期待していますこちらは大体主要なソフトウェアはではなくてスイッチの メーカーさんなんかが多いなということがご覧になって分かるかと思いますちょっとちらほらとソフトウェアメーカーが見えますねさて、えっと、オープンコンピュートプロジェクトの中身がどのくらい公開されてるかということを最後にご紹介しておこうと思いますデータセンターの内部構造、えー、これは Facebook が、えー、建てたデータセンターを輪切り横にこう切った図です まあ詳細はご説明しませんけれどもどこをどう空気が通ってということを全て公開していますつまり我々にとっては公開しているということが重要なわけですねこういった中の写真も実際に見させてもらえるというぐらいの状況にあります以前ですととてもあんな写真を見られなかったわけですけれども昨今ここに限らずえ実際にメディアなんかにも 写真が出てるのをご覧になっている方いらっしゃると思いますでこれはきっと大きなムーブメントになるだろうなと思っていますさて最後にまとめですがデータセンター事業におけるオープンソースの優位性ですつまりもうソフトウェアではなくなっているわけですねハードも含めオープンソースであるということの優位性それは柔軟にシステムが組めるサービスを作れるということですそして ライセンスやサポートがただだということではなくそこに選択肢があるということが重要だということですもちろん安くもできるということは重要なことではあります当然ここにいらっしゃる皆さんきっとユーザー企業の方も多いと思いますからいやいや安い方がとおっしゃるかもしれませんがもちろん安くもできるということは重要なことですそこの選択肢ですねでそのニーズに応えることができるつまり皆さんもそうですそして 我々データセンター事業者もちろんそこにのデータセンターを使うサービスさんも含め多くのユーザーの多様なニーズに応えることができるということがオープンソースであることの優位性だと私は思っています。はい、ありがとうございました